ヤッホーなぎです。今日はね、マレーシアのスーパーマーケット、ジャイアントスーパーマーケットに来ました。イエーイ。そしてね、今日のプランはジャイアントスーパーマーケットでお買い物をして、でその後に夜ご飯を作るっていうね、なんとも私の日常的な動画です。ペナン島の気温はね、33度なの。めっちゃ暑くて、ちょっと歩くだけでもう汗がかいちゃうっていう感じではね、早速中に行ってお買い物をしていきたいと思います。レッツゴー。ではね、早速お買い物をしていきたいと思います。ちなみに私はいつもイオンモールでね、お買い物することが多いんだけど、どっちかというとこっちはね、ローカルなスーパーで値段がね、イオンモールとかと比べて安めな感じ。見て、激辛クマさんを見つけてしまった。これ40リンギットだからね、1200円ぐらいかな。かわいい。そしてね、コカ・コーラは 1.5 リットルで3.6 リンギット、だいたい120円ぐらいだからね、日本で買うよりもね、お得だね。今回の動画ではさ、日本で売ってそうなやつも紹介するからさ、日本との物価の違いもね、楽しんでくれたら嬉しいです。そしてね、今日はステーキとガーリックライスをね、作ろうと思ってるから、牛肉とかパセリたちをね、今探してます。ちょっとバジルが見当たらなかったから、パセリ。そしてね、こんな感じでね、たくさん調味料が並んでんの。なんか見たことないようなやつもね、たくさん並んでる。2リンギットだから60円だって。見て、これがね、コンソメなんだ。トムヤム味とかもあるって。野菜コーナーはね、こんな感じで唐辛子がめっちゃ売ってる。ブロッコリーはね、3リンギット90円で、丁寧にね、氷の上に置いてある。トマトはね、1箱5リンギットで150円くらいかな。野菜はね、グラムで売られてるから、こんな感じで測ってもらってレジに行ってお会計をするっていうスタイル。ただ私はニンニク1つこんな感じでさ、なんかイカの干してあるやつとか。はい、来た、メシテロゾーンです。で、私が大好きなこのキットカットの、ね、アイスクリーム。ちなみにこのアイスクリームはね、ゴールドで、多分アーモンドとかの味付けかな。これは沼りますね。人参が1キロ3リンギット90円で、きゅうりが1キロ5リンギットで150円。そしてね、ここがね、お米ゾーンです。すんごいたくさん種類がある。こんな感じでね、いろんな国のお米があって、日本米もちゃんと売ってる。コシヒカリはね、5キロで33リンギット900円。他の国とかだと結構日本食をね、手に入れるのに高かったりするんだけど、マレーシアの場合は物価が安いからね、こんな感じでね、安く手に入るから、そこがね、すっごくね、住みやすいとこだなって思います。今ね、グラブを呼んで待ってるところ。はい、ということでね、今お家に帰宅しました。早速さっき買った購入品をね、紹介していきたいと思います。1点目がね、こちらのレタス、5リンギットで150円。そしてトマト1粒 0.5 リンギットで15円。ニンニク 0.23 リンギットで7円めっちゃ安い。そして続いてこちらのバター、8リンギットで240円。普通のこういう固形のバターも売ってたんだけど、私の場合はさ、そんなに定期的に使わないから、このちっちゃいサイズで買おうかなって思ってこれを買った。そしてね、次にこちらのバジル、6リンギットで180円です。そして私が大好きなヨーグルト。続いてはね、お目当てのステーキ、15リンギットで450円。最後にね、誘惑に勝てなくて、こちらのアイスクリームを買ってしまいました。20リンギットで600円。これめっちゃ美味しいの。そして私がね、今日買った購入品は以上です。今回行ったね、ジャイアントスーパーマーケットは、どちらかというと本当に普通のスーパーマーケットで安く手に入るんだけど、まあ、その分ね、鮮度とかは結構ね、ちゃんと気にして見た方がいいと思う。お肉見るときとかもちゃんとしっかり見て、まあ、私はね、こういう今日みたいなスーパーマーケットでも買うんだけど、日本でいう成城石井みたいなスーパーでもね、買ったりする。マレーシアのスーパーマーケットにね、行ったときに気をつけることは、賞味期限をね、ちゃんとチェックすること。これに関してはどこのスーパーマーケットとかではなくて、もう全体的にね、たまに賞味期限切れのものがね、売ってたりするから、そこはね、よくチェックした方がいいと思う。というわけで、私は料理をするんだけど、その前にちょっとアイスクリームを食べちゃいます。ということで、食前のアイスクリームです。これがね、本当に美味しいの。甘くて美味しい海外のアイスクリームって感じ。
やっほー。ということでね、ちょっとねお昼寝しちゃったんだけど、今からねお料理を作っていきたいと思います。イエーイ。ということでね、まずはじめに私はね炊飯器を持ってないので、お鍋でご飯を炊きます。炊飯器はマレーシアにもね全然売ってるんだけど、まあ私はね買おうって思って1年が経って鍋で炊いてます。お米のケースはこんな感じで通販で買いました。そして今日はねお米をね2合炊こうと思うから、必要なお水は 450ml。 私の場合はねフィルターが水道についてるんだけど、ただねなんかあんまりフィルターを通してもちょっとバイ菌とかがねついてる可能性もあるっていう風に会社の方が教えてくれたので、私はこのお水を使ってます。ちなみにねこれはマンションとかにもよるんだけど、私ん家の場合はここの火をねこうやってつけて、でチャッカマンとかライターでブワッてやるの。いくよ。あ、間違えた。こんな感じです。シャキーン。で私はねここでシェアハウスしてるんだけど、私の家の場合はシンクがこっちにあって、もう一個ね隣にシンクがあって、みんなで分け合って使ってるって感じ。野菜のね下準備をします。こんな感じ。トマトのオリーブオイルとブラックペッパー、崖みたい。崖。私はこういうの使ってる。お塩とかブラックペッパーとかいろいろねこういう風に分かれてるの、めっちゃ便利だよね。ではブラックペッパー、あ、かけすぎちゃった。もういいや。そしてね今こんな感じでブクブクしてきたのでね、そうしたら一番弱火にします。火をいっちゃん弱火。お家の火加減によって変わるんだけど、こっからね私の火の場合だと15分ぐらい待ちます。こんな感じでねニンニクをスライスしたから適当にやります。まあ私は1個薄切りにして、今からガリガリします。イエーイ。オリーブオイルはね大さじ10ぐらい、大さじじゃない、大さじ1、1。クックパッドです。クックパッド様様。本当はね弱火で炒めたいんだけど、こう手前側のキッチンがね弱火がないっていう。でねバター 10g ちょうど1つ、お醤油大さじ1。やばい焦げちゃう、なんかちょっと焦げちゃう。そう、そしてねご飯が炊けたの。あちゃ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 。でこっからね5分ぐらい蒸らします。熱っ。なんかさ絶対さ醤油入れすぎた気がする。味見ベリーグッド。でこれがねさっき買ったステーキです。焼いていきます。で私は塩派なんで塩を振ります。あ、間違えた。こんな感じでちょっと盛り付けといてから、そこにねお肉を乗せていきます。最後にこれバジルを振りかけます。じゃあガーリックステーキじゃない。では完成しました。今日の夜ご飯はガーリックライスとステーキです。イエーイ。ではね食べましょう食べましょう。はい、ではこんな感じです。ではねいただきます。このねガーリックライスがめっちゃパンチ効いてて美味しい。花火花火。ちなみにね今花火なってんの、その理由が3月22日にラマダンが始まったからです。ラマダンっていうのはイスラム教の方が1ヶ月断食をすることをねラマダンっていうの。これはね4月21日まで続くみたい。その期間はねバンバン花火が鳴ってる感じ。調べてみたので、ね、なんで1ヶ月断食するんだろうって思って、欲望を抑えて自分の信仰性を深めるためにねやってるの。時間帯によって断食をするみたいで、1ヶ月間ね日の出から日没までの飲食が禁止されてるんだって。だから日没した後だったら食べれるんだって。マレーシアに来るまでね私知らなかったから驚いた最初。ということでね私は今ご飯が食べ終わったので、ここから洗い物をして明日に備えて眠りたいと思います。初めてのね料理動画どうだったかな。そうあたふたしてたからどうだったか心配なんだけど、今日のね動画が面白いないいなって思ったらグッドボタン、
そして登録チャンネルお願いします。ではおやすみなさい。バイバイ。